皆さんこんにちは、えー、今日は私が書きましたこの総合者100人の言葉の中でも最初に載せました立石一馬さんに関してお伝えしたいんですねこの立石一馬さんがお書きになった本で人 幸幸せせににすするる人ががなるという本があります私はこの本に惚れ込んでましてですね実は私コンサルタントになりたての頃あのオムロンのある工場に行きました草津にある工場なんですがそうすると入り口のところにですね最も 人を幸せにする人が最も幸せになると大きな石にですね刻み込んであるんですね驚きましたねこの精神に基づいてこの立石さんはいろいろな企業運営をなさっている方なんですで、立石さんの残された本の中にはいろいろありまして例えば永遠なるベンチャー精神であるとかあるいは企業家精神の復活そして立石一馬の経営革新軸というようなものを出されておられます 当時ベンチャーのですね先端を言っておられたのが立石一馬さんであります。まあ今平気で大企業病なんていうあの言葉を使っておりますけれども、その大企業病という言葉をですね最初に発信されたのも立石さんでありました。ということでベンチャー論をベースにした立石一馬さんどんな考え方で会社を運営していたんでありましょう。それは何と言ってもですねベースにあるのは企業の好奇性という。 ことであります、えー、まずこの企業の好奇性と言いますのはまずはですね扱っている商品で会社に奉仕するということでありますそして多くの人たちの働く場を作って利益が上がったらできるだけ多く納税して、えー、国の政治に必要な予算を納めていくんだということを言ってあります今ですとなるべく節税して国に納めないにしましょうというような風潮があるんですけれどもできるだけ頑張ってですね利益が上がったら 国に納税していこうという考え方でありますまた余裕が出てきたらならば自分の住んでいる地域社会に奉仕していくとまあそういうことでそのためにですね毎日会社に出て働いてるんだという考え方をはっきり持っておられた方であります立石さんの素晴らしい私の好きな考え方っていうのはですね次に続く人たちのために摂し、つまり肥料を施せとこういうことであります で今我々がハッピーに頑張ってるのはですね先輩たちがいろいろな施費をしてつまり先輩たちがいろいろ施していただいたつまり草をむしってそれから苗木を埋めてですね資料を施したおかげで今咲いてる花をですね盛んに撮ってるんじゃないかと。 で未来に百花両蘭といいますか大きな花をたくさん咲かせるためにはですね今私たちはその世比資料を施していく必要があるというのがですね立石さんの考え方であります過去の世比による緑を享受するものは後に来る人々のために今日惜しみなく世比をしていく義務があるということをおっしゃっております資料を施すことによって 未来に永遠なる百花繚乱を作り込んでいこうという立石さんの考え方であります。あ、私はあのですね。利潤というのは社会に奉仕したご褒美であるということを。 多く語っているんですけども、もともとは、えー、立石さんのですね、利潤経営説という考え方があります。これに関して、ちょっとお話ししますね。利潤は奉仕する企業の存続経費なんだという考え方です。企業というのはですね、社会の一員でありますから。社会から企業を見ると、社会に奉仕してくれる企業がありがたいと。 いうようよに立さんははおっっしゃってます理順はですでね社会から見ると自分たちに保持する企業の存続して伸ばしてくれるための経費なんだということですねこれが利潤経費説という考え方で従いまして企業にとっては利潤中級が目的ではなくて社会に保守するための経費を賄う手段であると。 いうようよに語っておりますその企業がよく社会に奉仕したならば社会はその企業を永続発展させるに違いないとゆえに最も社会に奉仕する企業が最も幸せになるということであります。